こんにちは、サヤ・アシュレイです。プレイの続きをやっていきます。バックアップドライブを復元できたので起爆キーの図面をダウンロードします。通常時でも撃ち、ファントムが勝手に死んでましたね。放射性被爆を検出、医療措置を推奨。起爆キーの図面はチーフ長のワークステーションからダウンロードできます。チーフ長はダニエル長のことです。指令センターに戻ります。キーは起爆キーのことだと思いますが、念のため先生に聞いた結果がこちらです。ワークステーションの電源が落ちたみたい。モーガン、私は死んでない。まだ死んでないわ。私の声を偽装してそこに入ったのは分かってる。そして今は立ち往生してることも全く大した一族ね。あなたを助けてあげるけど、その前にやってもらいたいことがあるの。コックのふりをしている誰かがあの子を殺した。衛星技師のアビー、アビゲイル・フォイ。あなたは彼女を知らないかもしれないけど、彼女は、奴は外に出ていない。まだここにいる。一つ善行をしてみない。単純なことよ。奴を見つけて始末して、私のワークステーションをもう一度見て、そこにデータ保管モジュールを開くユーティリティを出しておくわ。使われていないバックアップシステムよ。ステーションから切り離せるようになってるの。それで脱出できる。中に入ったら手動で切り離すの。モーガン、もし中に戻れたらお願い、ステーションを修復して。科学のためでも未来のためでもなく、クルーのためにお願い。アビーの弔い合戦は気が向いたらやってみます。データ保管庫からディープストレージを脱出できるようです。しかしここは入り口が塞がれているので、別ルートから侵入します。グルーキャノンで壁に足場を作り、上からの侵入を試みます。放電していて危ないので、グルーキャノンで止めて修理します。
静電反応異常。ちょっと高すぎたみたいです。禁止状態になってしまいました。修理完了。持ちきれないので整理。ここから脱出ですね。彼らは怖がっている。ダメだ。記憶形成に干渉する者は認められない。閉められているが、貨物ベイに通れる場所がある。そこからステーションの中に戻れるはずだ。宇宙に出てしまったので、貨物ベイからタロス湾に戻ります。何かいろいろと漂ってますね。こちらドクターダイオイグイ。付近の全連絡先に発信している。頼む、誰でもいいから聞いてくれ。酸素は残りわずかで、宇宙服も着ていない。貨物部で事故があって、中からコンテナを閉めざるを得なかった。しかしここからではステーションにドッキングできないのだ。コンテナの番号は2312。これは覚えておく必要があります。このコンテナの中にダイオイグイという人が取り残されてます。酸素がなくなる前にどうにかして救出します。ですがその前に漂ってる人間を調べてみます。
充実してますね。持ちきれないので武器アップグレードキットを使います。使うので諦めます。お前が見えるぞ、モーガン。貨物ベイは閉鎖したから安全だ、今のところはな。そう簡単には中に入れないぞ。あの爆発のおかげでもうエアロックはなくなった。輸送コンテナを使えば何かできるかもしれない。貨物コンテナをドッキングさせれば良さそうです。生命反応異常。コンソールから動かせそうですが、姿勢制御がなかなかうまくいきません。ジェシカ、ちょっといいかな。今日は休みなんだけど。なあ、コンテナのドッキング手順を教えてくれないかな。研修に出てなくてさ。ねえ、グラント、頼むよ。またガスに頼んだらどうなることか。今はコンテナドッキング制御ステーションにいるの？そうだよ。まずドッキングするコンテナの番号を入力して。番号はどこで確認するんだ？コンテナの外側に書いてある。番号を入力したらオプションが表示されるから、ドッキングを選択して、それでおしまいよ。これでコンテナは勝手にドッキングするってことでいいから。そうよ、コンテナは自動操縦でドッキングするわ。それで開くでコンテナが開くのかな？そうよ、でも両端を同時に開くことはできないの。貨物ベイのドアが開かれてる時でも内部の荷積み場所を一定の気圧に保つためにね。 OK、 分かったと思う。ありがとう。もうあのコンテナが私の棺桶になるのだと思っていたよ。タロスのよどんだ空気、微量のニコチン、そして高バクテリア粒子の混じる空気でさえも、ああ春の訪れのようにすがすがしい。ありがとう、ドクター U。 てっきり私は。そうか、君はもう記憶の回し車に囚われたハムスターではないんだな。中に入らないか、馴染みの顔を見せてくれ。私がいたコンテナのコードを送信する。どうやら助けることができたようです。ジェシカ、ちょっといいかな。今日ドクターイグビーを発見したね。彼はシミュレーションラボとサイコトロニクスで働いていた。非常に役に立つ人物だが、君のミッションには賛成しないだろう。だが彼は君とアレックスのことを非常に尊敬している。
このまま貨物ベイに侵入することもできそうです。